はい、マッチを良くする党細谷秀明でございます。日時はですね、2021年7月の今日は、10日でございます。はい、今日のですね、青梅市の天気、東京都の天気はですね、ご覧の通り、晴れでございます。快晴と言っても良いでしょう。久しぶりのですね、晴れでございます。快晴でございます。もう10日以上ですね、雨だったような記憶がございます。はい、久しぶりのですね、朝のですね、日の出から、晴れでございます。今日はですね、日中、暑くなりそうです。気温はですね、30度間違いなく超えるでしょう。はい、向こうにね、映っているのは、多摩川でございます。はい、向こうのね、山々、奥多摩方面でございます。はい、御嶽方面でございます。はい、少しですね、もやがかかっておりますが、晴れでございますね。はい、かまど炭治郎さん、鬼滅の刃のですね、かまど炭治郎さんの実家もですね、今日は晴れではないかなと思います。それとですね、昼顔でしょうかね、朝顔じゃないと思うんですよね、昼顔だと思います。はい、早朝からですね、このようなものを見かけました。はい、はい、このようになっております。はい、青梅市はですね、今日一日、晴れではないかなと思います。快晴ではないかなと思います。はい、こまめなね、水分補給をしてください。今日はですね、一日暑いと思います。はい、向こうの方に見えるね、御嶽奥多摩方面、今日はですね、ツーリングでですね、ツーリング等でね、にぎわうと思います。バーベキュー等でですね、にぎわうと思います。はい、現場からは以上でございます。マッチを良くする党細谷秀明でございました。